だいぶ選挙戦に入る前からいいんじゃないかという感じがあってですね、そこで前知事に、前知事にもなるのかな、原発を再稼働させないというふうに勝手に、今まで自分推進派だったはずなのに、急に舵を切ってですね、そういったところも県民がしっかりと評価をしたんだろうなというふうに思ってます。原発政策についてですね、180度方向性が変わってしまった某新潟県の知事そういったことも相まってですね、でしっかりと自民党の党の推す候補がですね、勝ったということは、これは非常に喜ばしいことでもありますし、県民にとってもですね、本当にいい結果になったんじゃないかなというふうに思ってます。はい。音は言ってるように、なんか画像がカクカクしている、新配信はなんか調子悪いなと、皆さん、新配信調子悪いですか？ダメ。音は聞こえているけど、画像がカクカクする。じゃあ私がなるべく動かないようにすればいいですかね。はい。はい。ありがとうございます。はい。ああ、そうですね。毎日と書きましたが、毎日と朝日をはじめとしてという状況なんですけれども、毎日新聞が、谷紗英子さん、安倍昭恵夫人好きだった経産省から出向していた職員の方、今は経産省にお戻りになってるんですけれども、この方の人事異動が森友問題遠ざけるために、恣意的に特別に異動がなされたと。いうようなことを毎日がですね、直接的にそうは書いてないんですが、そういうような趣旨で書いてるわけですよね。なんだ、全経済産業労働組合の飯塚守康氏という、この人もちょっと、ねえ、なんかこう、うさんくさいというかですね、この問題になって急にその政権攻撃で勢いづいちゃってというような形で、そこと毎日新聞が結託しているような状況なんですけれども、ひどいですよね。特例の異動だとかって言って、で別に1年で異動することもありますし、で総理好き、夫人好きになるぐらい優秀な、やはり方なので、ノンキャリアの方ではありますけれども、私も実は存じ上げてますけれども、非常に優秀な方なので、じゃあそういった方を在外公館、に赴任をさせるということは何ら別に、だからあれですよね、そのしっかりと仕事をしたことにて何かが豊中の動き始めて、でその段階でもう経産省からメディアの方には、書類は渡ってたんですが、私も改めて経産省の方から手に入れてですね、この谷さんのですね、詳しくは Facebook、ブログ、Twitter にも上げてますんで、見ていただければというふうに思うんですけれども、もう1月6日の時点で内々示されているので、それで読んだ方はお分かりですけれども、異動不任日、平成29年春以降を予定、括弧要調整というようなことでですね、赴任期間3年間を予定ということで、もうこの時点で、もう海外赴任するということは決まってましたので、もう、なんていうか、記事自体がほぼフェイクニュースに近い、こういうようなことはちょっとありえないのと、
まあ、あとはその飯塚守康と組んでこの記事を記者が書いたんでしょうけれども、その足がつかないようにしてるのか分かんないですけど、なんかフェイスブックでこう書いているとかって言って記事にしていて、はっみたいな感じですよね。これ東京新聞の望月記者の官房長官に対するインタビューと一緒ですけれども、だって誰々がこんなこと言ってるもんみたいな感じで、でまあそれで望月氏は質問してるわけですけれども、まさにこの毎日の記者ですね。まあ、名前出すとかわいそうなんで、全部毎日署名で、書いてますんで、見ていただければというふうに思うんですけれども、まあ大丈夫なのかっていう感じですよね。で、毎日新聞の、なんだ、政治部のなんとかって、青木っていう記者だったかな、ちょっと、確かそうだったと思うんですけど、まあ、私のその安保法制の時に、発言をですね、切り張りをして、文脈が全く違うような形にしたりだとかですね、ちょっとまあ度が過ぎてますんで、まあでもこういった新聞は傾くでしょう。まあ毎日にも朝日にも心ある記者はいますけれども、そういうような状況ですよね。それで、まあ谷さんのこれはもう事実として、じゃないんですかね、これについては。だって決まってんだもん。はい。で、まあ、毎日さん。がそれをやってですね。で、あと、これも TBS 学園の今治キャンパスの、坪単価が高いんじゃないかということで、まあ、こう人が出てきてみたいな感じで、さもなんか、これは、大ごとだ、みたいな感じでやってるんですが、もう全然妥当ですよ。これも、加計学園が、これはメディアに流したやつですね、これ。私もちょっと手元にあるんですけれども、これ全然あれですよ。普通の坪単価ですよ。他の学校の坪単価と見てもですね、いろいろ国立とかですね、いろいろ私立もあるかな。ですけれども、もうほとんど変わらんという状況でして、これもだからもうニュースに近いですよね。何騒いどんのだっていう形で。それで結局、ワインセラーとかが、ますとかって言って、で結局別にこのなんか騒がれる前にもうすでに初期のその提示したものについて加計学園の方は、いやいやいや、これはそういうことではやりませんからっていうような形でもう設計変更なされてるということですし、まあこれでなんか追及チームとかっていうのはやってるわけですが、これ別に、だって厨房の中にワインセラーあっても、それは多分冷蔵庫として使うんだろうし、そういったものを例えば学内の教室を使ってやったりだとかした後にですね、専用にあった。補助金は入ってるって考え方で、産品をこう、でもやってるっていうようなこと。で、なんかディスペンサー、その
別に普通に他の私学でもやってるようなことをさも特殊かのようにして、で追求をすると。だってこれ私学のキャンパスなんて補助金入ってますよ、他のところも。でそれがなんかもうさも加計学園はむちゃくちゃだみたいな感じで、これはあの TBS 系、まあ、テレ朝系含めて、やってるわけですけれども、これもフェイクニュースですよね。民進党のあれの座長をやってる、なぜか我が宮城県から出ちゃってる参議院の人ですけれども、参議院議員の人ですけれども、これ出身校の東京医科歯科大学も相当なんか持っていて、普通になんかそういうお酒を出すような設備もある。その他にも、まあ、他のいろいろな大学にそういった施設は普通にありますよっていうようなことでありますよね。で、まあ、我が僕も慶応義塾は確認してないですけれども、まあ、ワインセラー、ビールディスペンサーがあるかどうかわからないですけれども、そういうふうにやはりなんていうか、OB だとか、そういうレセプションで使えるようなですね、そういうなんか施設というか、レセプションルームみたいなのは当然ありますので、まあ当然それに付随するような施設というものはあるわけであって。まあだからそれがもうあまりに過剰でも、それはちょっと学園として、いわゆる教育の本分だとか、そういうものからあまりに外れてるんじゃないですかって言ったらあれですけれども、こんなのはですね、全然、問題ないレベルですし、で、初期のものから改善もされてるわけで、まあ、あとはその実験室がなんか安全管理がダメなんじゃないかとかって言って、で、これも当然その、基準を満たしてですね、やるわけであって、まあだからこれもほぼ難癖に近いというような状況でして、あまりこういったことに皆様は惑わされないようにという形で、なんか玉木さんが、全速力で今なんかツイッターで逃げてるっていうような、もしかしたらはめられたかも、罠にはめられたかもしれないみたいな感じで、だから初めから裏取ってやってよっていう形で、で結局あれですよね、先週も申し上げたかもしれないですけれども、だって森友の問題なんてないじゃない、ないじゃないですか。森友の問題っていうのはその政治家の関与なんてないじゃないですか。大阪地検がこれだけ特捜が入ってやっても、結局森友学園籠池理事長側と近畿財務局が何をやってたのかっていうようなことのものしかないので、でこれは先週ニュース女子に出た時にも言いましたけれども、まあ、近畿財務局ですとか財務省は他の場所でも似たような取引をやってるんですよ。でまあそれはまあ、財務省は適切にというようなことでやってるわけですが、じゃあその値引きが妥当かとか、そういったところというのは、これは検証すべきなのであれば検証しなくてはならないでしょう。てるのをそのまんま売って、その後契約解消になったものとか、これは毎日新聞が書きましたかね、今もネットで検索するとあれですけれども、そういったような取引とかやってるので、まあそういったところからですね、今回はこれが価格として妥当だったのかとかですね、まあそもそも売ってよかった土地なのかとかですね、そういうところをですね、考えていただければというふうに思うんですが、となると国会で総理が関与してんじゃないかとか、昭恵夫人が関与してるんじゃないかとかっていう追及は何なんだというようなところですよね。
って投票いつなんでしたっけ、9月の頭でしたっけ、1日、もうなんか関係ねえから、もうあれなんですけれども、なんかね、頑張っていただどういうものが出てくるのかという形だというふうに思います。前原さんですね。で、もう、今月号というか、10月号のウィル、いいですね、これ。はい。はい。もう、あまりに前川喜平氏が、聖人君主の、前川喜平氏は実はこういう人物ですと。あと、まあ、森友問題、獣医学部新設問題というもののどこが問題なのかというようなところですね。で、書かれてます。で、大川小学校で、お子様を亡くされたその手記という形で、大川小のこの番組でも申し上げたと思うんですけれども、大川小学校のですね、第三者検証委員会ですね、これは文科省主導で作った自分たちの子どもたちがどういう状況下で、命を失うことになったのかということが、まあ、期待をした人選を、おかしい検証報告書になった方は、訴訟にまで踏み切る過程で、まあ、見ていただければと。見る、まだ全部、大前知事の住んで、見応えありましたので、見ていただければというふうに思います。で、北朝鮮ですけれども、核実験をどうもやりそうだという話があるんですが、これはちょっと私も今情報収集中です。まあ、やって、これがどの段階の核実験なのかという形になりますけれども、これ、グアムにミサイルを本当に撃ったら、自衛隊が撃ち落として、アメリカが攻撃するっていうことにこれ、なりかねませんので、アメリカはその、これも先週言ったかな、アメリカは4月の時点では準備は完了してなかったですけれども、もう現時点では完了したというふうに見られますので、いろいろその空母に積むものであったりとか、訓練のために、時間稼ぎが必要だったわけですけれども、で、それでまあ、いつでもやれるという形で、大統領の側近であったバノン氏が解任をされたのも、あれはその普通の、普通のというか、今の状況からの見方をするならですね、あれはその北朝鮮危機なんかどうでもいいみたいな形に対して、そういう、感覚であるのはおかしいというようなことと、あとはその政権とが見られるわけですということになって、まあそういったところからもですね、海外のニュースというのは行間を読むことも非常に大切でありまして、まあそういうといけないですけれども、まあこういうような状況ですね。で、来月、ホノルルに行ってきまして、ですので、これをですね、しっかりと、
アメリカ太平洋軍のハリー・ハリス司令官と、並びに海兵隊の幹部とですね、話をしてですね、直接しっかりと情報が取れるような密接な関係をつないで作ってくるというミッションですので、まあ、本当は太平洋艦隊も司令官と会う予定なんですけれども、ちょっとイージス艦にのどてっぱらに2回目食らって、で結局亡くなってるわけですから、で、まあ、行方不明という形ですけれども、司令官はもしかしたら、艦隊司令官は会えないかもしれないですけれども、まあ、太平洋軍のハリー・ハリス、非常に日本に対しても親日家ということでですね、で、私ですけれども、というような形、あれだな、止まったな、はい、はい、すいません。という形で、ちょっとすみません。電話出なくてはならない人から電話がかかってきてしまいまして、かかってまいりまして、今折り返しを電話をしたんですが、留守電ですので、かかってくるかな？どうしようかな？ちょっと早いですが、今日これで終わりましょうか。画像もだいぶ、はい。申し訳ありません。まあ、私が電話を出ないといけないという人は、どなたかわかるというふうに思うんですけれども、ちょっと今日、早いですけれども、これにて、終わらせていただいて、はい。はい。ちょっと環境も改善しますので、ちょっと、緊急事態ではないとは思うんですけれども、いろんなことがありますので、